1> 第1章兄のサッカーラジオ。ジオはい、今週もやっていきたいと思います。<laughs> <laughs> <laughs> いや、ちょっと悪ふざけと思われるやん。でも悪ふざけと思われるやんって言うやん。はい。悪ふざけやから。<laughs> まあ、そ <laughs> んなもんね。はい。<laughs> 何のあれもないし、そうもないし。最近何かありましたか 最近です。か最近ですあの私ねはいここ何年かでようやく気づいたんですけどもはいですね雑談がね嫌いなんよなんかああめんどくさいなってなるようかまあわかるししってなっちゃうよ心の中でね実際やるわけないけどそんなことはありがたいやんその なんていうの人見知りの立場の人間やったら誰しも分かると思うけども、うん、あの新たな環境で話しかけてきてくれる人間がおったら、うん、ありがたいんやけどそうや、ね、だんだんと23分もすれば、うん、ふーってなってくる、ねうん、<laughs> 肩とか回し出して <laughs> あれは <laughs> いかんなっていう思いね<ー>、うん、別にそういう出来事があったわけじゃないですよそうそうなんか喋れるから喋ったんだよ、ね <laughs> それに関して言うとねちょっとだけあってねうちのバイト先の関係がちょっと気持ち悪いというかそんなん言っちゃだめいや気持ち悪いですそういうことじゃなくて社員さんがおるんだけど女性の方のそれはおるやろいやまあそうなんですけどもその方が結構独り言言うのが癖になってるよねなんかもうバイト中になんかバイトっていうか仕事中に社員さんがんか いけるぞいけるぞっていうか仕事に対する愚痴とかんだそれつまり本当悪ふざけんか仕事に対する愚痴みたいなんかポロって漏らしたりするよねなんてもっと声でかい方がいいですか今携帯見ながら喋ってる声えらいちっちゃいなって思われたかもしれんけど最初のテンションどうしたんって思われるかもしれんけどえなんか例えばその CD CD というかお客さんがなんかちょっと対応対応っていうか何やろうねもっとまとめて喋って <laughs> 柄の悪いお客さんが来たとしてでなんか礼儀がなってないわねみたいなことなんか<う>ん黒に金のジャージみたいな人のお客さん <laughs> <laughs> まあそれっぽいで柄が悪いわねっていうのいやまあそれだけじゃ別に言わないですけど向こうがなんかちょん何やろ礼儀がなってない感じのなんか そのなんて言ったらいいのね小銭置くのもなんか雑やったりとかでレシートパーンって置いてったりとか、うん、パーンってやんの <laughs> いやなん,かなんか捨ててく感じでなんか台に残してくお客さんいるじゃないですか、うん、あ、うん、あでもだいぶ減ったけどあ減ったいや俺あのコンビニとか行っても結構そういうとこ見てたりするけど別になんかないよそれ見たらわあいつとかって思ってるわけじゃないよそこを誤解されたら困るけど、うんうん あのそういう人減ったけどなあそう、うん、ちゃんとそのレシート入れみたいなところにポンって入れるかあ<ー>それかあの店員さんが「えー、何レシートいりますかな?」とかって聞いて「<laughs> 落語家あで聞いてあいりません」って手とかで「いやいい」ってってやっているのが大体多いけど、ね、あ<ー>まあそんなに頻度ないけど<ー>コンビニ行くことが。 まあ本屋ですわ、うん、本屋でまあうちは結構来るのよあのデパートの中にあるからやっぱりそういう客が来るのかなよくわからないけど、うん、客層がそういう客層なんでしょ来てなんかそれに対して愚痴を言ったりとかうんそ,れそれをなんかちょっと独り言なんやけど俺らに話してるかける風な感じでもあるんよね、うん、だからそれに反応せんかにゃいけんかったりとかもするんやけど、うん、でも反応してみても何の,その帰りもないんよ特に。うん 全くですよね、みたいなこと言って「本当よ」みたいなとこは特に、ね、なかったりするよね、うん、ある場合もあるけど、うん、でそれをやったりとかするんけどたまになんか何言ってるかわからなくてその女性店員の女性の社員さんがですよ、うんうん、何言ってるかよくわからないけど、うん、なんか笑ってらっしゃると、うんうん、<笑>,笑ってらっしゃるのよ。<laughs> ああ聞いてるはい問題入ろうやもう <laughs> めんどくせえ <laughs> <laughs> なんでお前さ外出てさ愚痴聞かされてさ <laughs> こんなとこまで愚痴ふ <laughs> <laughs> ざけんな俺だって愚痴痛い,いわふ <laughs> 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 ざけんな, <laughs> ててな <laughs> 年下やからと思いやがって <laughs> いやまあ愚痴とかじゃないけどそのなんかよく分からんけど笑ってるのに対して意味が分からんのに笑ってるっていうその俺らが愛想笑いせんにゃいけんみたいな,なんか関係があるよなんかうん,んかそんな <laughs> もうええやんもうそ,そういうもんやってそういうもんです、ね、俺は笑わんけどね <laughs> <laughs> いや笑うよ、<laughs> 本当は。言ってるだけですか。うすね、笑うよ、そんなもう。<laughs> じゃないと生きていけんでしょう <laughs> もうな。なんかその関係性がちょっと、なんか気持ち悪いなっていうふうに思ったっていうだけなんですけども。長いな。<laughs> <laughs> それ言うだけなんでそんな時間かかるんよ。<笑><笑>じゃあ早速コーナー行きましょうか。はーい。作家の上どうしよはい、このコーナーは何の見識もない2人が世の中のニュースについて話コーナーになります。はい。はい今回 1、えー、一つ目のニュースはですね、はいはい、<laughs> 皆さん、マニー・ラミレスっていう選手はご存知でしょうか、はい、かなり有名な選手ですよ。MLB、うん、メジャーリーグです。あのレッドソックスでフワールドシリーズ取った時のが印象深いかな。オルティスって今年引退する選手と3、4番組んでた。うん、守備があんま上手くないって選手やけど、はい、めっちゃ打つんよ。 打点とかが高いんかな、確か、あメジャー555本塁打打ってるっていう、<ー>この選手がですね、まあ、今はもうあれですよ、年取ってますけど、45歳ぐらいですよ、うん、その選手が、あのー、日本の独立リーグあるじゃないですか、はい、四国の、四国アイランドリーグプラス、うん、このコーチファイティングドッグスに入ることになったらしい、えー、入ることになるっていうか、入る可能性がある。うん、うん 入団するのではみたいな感じだからこのマニー・ラミレス選手自体は台湾でもやってたしねあそうなんですか、うん、でちょっと前にあのオリックスってあるじゃない、うん、あのバファローズはい、はい、あそこにもその入るんじゃないかみたいな話もあったけどね<ー>入るんじゃないかっていう方本人が持ちかけたかなんかっていうあ<ー>やったかな忘れたけど,、えー、ど今回のそのラミレス選手の、はい、マニー・ラミレス選手の,その入団の可能性はって聞かれたらうん コーチのそのそ球団の社長がね5%ぐらいでしょっつって可能性が <laughs> 5%? <laughs> だからか、まあ、入らんのがないのかっていうような話ぐらいらしいけどこういうねあの話は結構ね出るのよこのラミレス選手結構ああそうだねうん結構多いここ5年ぐらいで2回かぐらい今回含めて3回ぐらい話が出たよなへえ <ー S 2> うんただこの選手は結構その気ままっていうかすごいその なんていうのテンションの明かり下がりが激しいのよ。あそうなんですね、うん。あのレッドソックスでそのレフト守ってたんやけど、うん、でレッドソックスア・リーグやから DH があるのよ。当時オル,オルティスおったから DH 埋まってたんかもしれんけど、うん、レフト守ってて守備がそんなにうまくないんはい,、はい。肩は強いらしいんやけど。あ<ー>で打点をものすごい上げるんだよね打つ方で。うん、ただレフトの守備での,そのマイナス点を。 考えれば、うん、やっぱレフトの守備ラミレスきついよねって言われるぐらいの選手なんや <laughs> <laughs> なるほどでんでかっていったらそのスキルっていうかその能力的なこともあるかもしれんけど、うん、そのメンタルで結構その今さっきも言ったけど浮き沈みが激しいから <laughs> 集中力が欠けるんやろねおそらくあなるほど結構観客となんかわーって一緒にウェーブやってたりとかするのよ観客がウェーブしたら自分もこうって <laughs>。 <laughs> それでレフトのとこでやったりとかするらしいのだからその英語でなんかそのマニーはマニーみたいな感じのことわざみたいになってて「もうマニーやからしょうがないやろ」みたいな感じにレッドソックスはもンも言ってたみたいなだからそのベテランのその何チームを引っ張るとかっていうことじゃなくてあこの選手やっぱベテランだけあってあこういう練習するんやとかっていう <laughs> ところ <laughs> やっぱこういう打ち方こうなんやなとかああその能力面でのっていうもしかしたらメンタル面でもなんかあるんかもしれんけどまず日本語通じんしね。でこのコーチファイティングドッグス自体は、うん、結構そのいろんな海外の選手を取り入れてるらしくてそうなんですね、うん、四国アイランドリーグ自体がですね結構その国際化戦略みたいなのがあるみたいで<ー>今年は。 徳島インディゴソックスがハ・ジェフンっていうや今,今や元ヤクルトかの選手と、うんえっと、ガブリエル・ガルシアっていうその2選手を NPB にあげ押し上げたというのが書いてあって、はあ、まあだから送り出したってことでしょあなるほ,どほんで、えっと、過去には香川オリーブ・ガイナーズっていうあの中日の又吉選手がいたところなんですけどが、えっと、アレックス・マエストリっていう えっと、投手をオリックスに2012年に送り出してたりとかするらしくてですね、このイタリアって書いてあるけど、イタリア代表として出たからね、WBC かなんか、あんあの代表にも選ばれたはず、うん、確か。えー、っと、まあ、そういう選手はいっぱいおるわけよ。うん、いろんなね、他にもおるけど、何人か。うん、ただ、行って、結局戻ってきたりとかってもあるけどね、あなるほど他の,その、えっと、BC リーグとかって、他にもあるよ、独立リーグが。はいはい、そこに行ったりとかしてるけど、うん 結構外国人が多いらしいよ。まあ。思ってる以上に独立リーグには結構外国人とかがいるんやね。そうやな。なるほどね。まあマニーラミですが四国の方のリーグに参戦するかもしれないというニュースでしたね。参戦したらいいね。っていうニュース。そう。七夕に書いたぐらいの気持ちでおってください。なるほど。半沢に。はいはい。まあ来たとてよ。 まあ観客の,その導入につながるかは分からんけどね<ー>絶対四国の人でそのんだ野球が好きじゃない人たちとかってもう呼ばんといかんわけでしょそうやねうん野球好きの人だけ呼んだってしょうがないやんか、うんうん、広がらんから知らんでしょまあ知らん人ラミレスって言われてやあの横浜の監督やってる方思いつくからだ <laughs> かもしれないね、うん、だって俺が子供の頃だってマニーラミレス子供の頃って言ってもあの小学校何低学年から 高学年になるまでの真ん中辺、うん、活躍してたけどマニーラミレス、うん、確か、うん、俺兄弟かって聞いたもん親にああ<ー>、うん、なるほどアレックス・ラミレスと、うん、マニーラミレスはあれ兄弟なのかって聞いたやんや、うん、<laughs> それで多分違うよなって思いながら聞いたやんや、うん、そしたらいやそれはあのー、向こうのことやからもしかしたらどっかで交わってることがあるかもしれん向こうはそういうところがあるからなって言ってて <laughs> <laughs> それは今考えたら絶対ダメやんそんなものの考え方は差別と取られる今言ったら俺はその意味がわからんかったけどなんか乱れてるみたいなことでしょ乱れてるみたいなことで調べたらやっぱ関係ないみたいん、当たり前やけど顔も似てないしまあまあそういうねメジャーリーガーとかがね うん、来たらやっぱ盛り上がるんじゃないかと思って取り上げたんですよ。ななるほどどねけ <laughs> じゃあね、はい、え次の、まあ、ニュースはですね、はい、え横浜ベイスターズから、えー、東北楽天ゴールデンイーグルスに、うん、え所属していた、はい、藤井仁志投手がですね、うん、現役を引退するっていう,うに決意したというニュースがあったので。なるほどあのー 楽天に移籍したけども、1年でユニフォームを脱ぐことになって、新天地を求めてこと今年向かったのはアメリカの独立リーグ。で、アメリカの独立リーグアトランティックリーグのランカスター・バーン・ストーマーズでプレーすることになった。マイナーリーグの 3A クラスの高いレベルのリーグらしい。しかし、ビザがなかなか下りず、ようやく渡米できたのは7月末。実際にプレーできたのは2ヶ月足らず。 あうん、だったとそれでも藤江選手は最も嬉しかったのは野球が好きととといいううう原点にに戻れたことだというふうに語ってますあ野球を始めた幼い頃野球が大好きだったけれど目指していたプロの世界に入ると野球の技術やプレー以外のことで疑問を持つことが増えたと、うん、野球の技術やプレー以外で疑問を持つってことは <laughs> お金とかそういうのかな周りの人間関係とかもかもしれない。 そういったことを黙って感化できない性格ゆえ気づいたことがあれば面と向かって口にしてしまうそうすると亀裂が生じることもすごく,くなかったというふうに語っておるそしてですね <laughs> アメリカに渡ったことで何が変わったかと、うん、でそのいろいろしがらみがあったりとかっていうのがあって、うん、野球がちょっと好きじゃなくなってたらしいんですよねああなるほど、ね、でえっ、ー、とその息子さんがいらっしゃるんですけども、はい、その人にその ななんていうの野球選手で野球は面白いぞっていうふうになかなか言えない、うん、ところもあったと言ったとしてもそ,のそういう自分が嫌になるっていうああ<ー>、うん、なるほど野球が好きじゃない気持ちが出てたと<ー>でアメリカに行ったらやっぱり野球はいいもんだというふうに感じたっていうああなるほど、うん、で純粋に野球に打ち込み、えー、チーム勝つためにどうするかということに没頭できたと、うん、厳しいと言われるリーグだけど、えー 苦じゃなかったらしい<ー>むしろ野球を楽しめたと確かに白球で、えー、白球ってその安い給料で、うん、NPB でプレーしている頃と比べたら環境はいいとは言えない、うん、日本だと試合前の食事が豪華だけども、うん、あっちでは食パンとハムがポンと置いてあるだけで試合後はあのお金を払えば食事が出るし、うん、クリーニングもしてくれると想像していたよりは断然よかったっていうああなるほど、うん、ただ移動のバスは過酷だったって あなんか過酷って聞きますね渡辺俊介投手っていたでしょロッテにもっといたとものすごい低いとこからホールアンダースローのあの選手も独立リーグに行ったのよほん当はマイナー契約取れそうやったんやけど年齢でちょっと弾かれて独立リーグでこのランカスターやったかな本当に同じやったと思う確かでやっぱそのバス移動がしんどいって言ってたああ しかも、渡辺選手はあれですよあのホームステイやから<あ>ホームステイみたいな感じで人ん家に泊まるみたいなあ<ー>、うん、でそこで泊めてくれる人がおってそれで共同生活してるみたいなあ<ー>、うん、っていうような状態なの、ねうん、で普通サイズのシートに大男と両隣同士で肩を寄せ合い、うん、まあでかいからね向こうの選手は、はい、最大で9時間から10時間移動することもあったとし運転手が一番しんどいやろって話や <laughs>、まあ、ううね、うん それでも藤井投手はそんなことすら楽しめたというぐらいやっぱ環境が変わってよかったんですよねこの人にとってはほんでアメリカとはその意外な共通点もあったみたいでえっともっとドライで個人主義だと思っていたけどもアメリカ人に対する偏見でしたと<ー>でむしろチームプレーが優先で勝利に重んじるそのためには気づいたことがあったらすぐ意見するしミーティングにも熱心だというああなるほどうんで自分勝手な行動 は許されないと、うん、でそれが僕には合っていたしやっぱりあここだなっていうふうにこ,こうでなければならないなっていうふうには再認識ができたと。ああ<ー>、うん、なるほど。うん、だから自分に合ってたんでしょうね。うん、だから個人スポーツじゃなくてチームスポーツだっていう思いなんでしょう。わかりませんが私は。うんうん、で成績自体は22試合投げて26イニングスかな。22試合で26イニングス、うん、投げて1勝0敗で被安打28。 奪三振31、四死球が3、防御率は4.50。なんと6年ぶりに先発も2試合こなした。まあ、先発投げてなかったんですね、あ<ー>うん、日本では。なるほど、うん、で、えー、藤江投手自体は、うんえっと、マイナーリーグのテストを受けようとしたんだけども、うん、結局その落ちてしまったと。というので、野球に未練はないかと自問自答した結果、現役を引退するというふうに決めたらというん、ってことですね。 収入がほとんどなくて不安な、あのー、状態が続くわけですから、うん、奥さんとその息子さんもいらっしゃるみたいなんでねああ不安やろねそうただそれを抑えてでもアメリカに行かせてくれたっていうことでまあいろいろ考えたみたいなんですうん、うん、で結局引退ということでそれで、えー、藤江さんの,その今後はですね、はい、お兄さんがいらっしゃるんですがうん そのお兄さんの投資した焼肉屋さんで働きながら社会勉強していく予定らしい。ああでゆくゆくは野球に関わる仕事がしたいと。ああ、なるほど。と、うん、いうことらしいですよ。せく<あ>シュッと収まったけども。<ポ> <laughs> うん、俺はアメリカで何かやるんかと思ってたけど。ああ、なるほど、うん、確かに。だから英語はあの勉強したいというふうに書いてあるけどね。ああヒアリングはだいぶ上達したと。ああうん まあ、もしかしたらまあアメリカの方に行くかもしれんけどね野球関係っていうふうにあのね、はい、元プロ野球選手でね猪俣隆さんかな、うん、あの阪神タイガースにおった選手、はい、で中日ドラゴンズにも、まあ、1年なのかなこれ98年としか書かれてないけど、はい、おった選手おるのよ猪俣、うん、選手、うん、この人は中日退団後にあの渡、ー、米中 にふとしたきっかけで寿司職人になのを紹介されてえー三重県で修行を経た後に2001年に渡米でワシントン DC でその働いたと寿司職人としてらしいですよなるほどね、うん、あそんな人もおるんや、うん、でこの人は日米大学野球で渡米した時以来いつかアメリカにい、えー、永住したいという夢を持っていたけどもこうした形でああ 実現できたわけそうどうなるかは分からんということですなこれんだからうん,うんなるほどそういうことですねなるほど週4日更新中のプロジェクトサッカンチャンネルドラム動画や旅動画お笑い系動画などバラエティーに富んだ動画を投稿しておりますこれからもプロジェクトサッカンチャンネルをよろしくお願いします はい。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。さかのぼりニュース。タイムスリックはい。このコーナーは、えー、収録日の過去のニュースを取り上げるコーナーになります。はい。12月2日。はい、はいえ。2004年の12月2日にですね、任天堂の携帯型ゲーム機、任天堂ー DS が日本国内で発売。おお<う>。なんか覚えてますか ?DS のゲームで。DS のゲーム、あのー、はい、アリノの挑戦状。あ、はい。次。 ええポケモンなんですかポケモンポケモンダイヤモンドはいパールそんなんなしやんはい次脳トレとかもありましたねはいはいそうそうそれがかなり売れてるけどねあれはいはい脳トレとかねそれは俺が言った俺の明かリハイ勝手に持ってくない 人の取っちゃダメだよポケモンでもあったろ <laughs> はいはい。人のもの取ったら泥棒って。うん、弾かれるやつ。うん。誰が弾いてるのか知らんけど。手でパーンってやってるのかな。はい、いたいや。ミスターサタンをほら、<laughs> セルが弾き飛ばしたみたいな感じで。手の甲でパーンっていう風に。<laughs> 懐かしいな。<laughs> あと2006年12月2日では。 ですね、はいはいニンテンドの据え置き型ゲーム機 Wii が日本国内で発売ほうあのー、私 Wii はやってないんですよはい私もやったことないですなんか覚えてますかじゃあやったことないのに <laughs> 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 はい <laughs> やったことないそんなもん求めてくからもともと何もねえっつってんの,<あ>の <laughs> 始まりに言ってるでしょ何の形式もないっつって何 <laughs> もねえんだよ <laughs> あのなんかウィーパッドっていうかなんかあのバランス取ったりとか,かああ<ー>、うん、ィースポーツうんーかィットかああ<ー>、うん、あんななんか話題になったよねあのー、大乱闘スマッシュブラザーズ <laughs> はいはい、うん、あれまだ出てんでしょ <laughs> 出てますね、うん、ウィード4出たのあれ確か出たはずですけどもねあのねな,なんつうのかなカービィが得意なの俺初代のやつで64のやつ 懐かしいずっと蹴るんあの強攻撃みたいな B と A の攻撃の手段があったでしょ B はなんか必殺技系やんか俺 A のやつで強攻撃ばっかして倒すんやんねえなでそれを Wii やったかな Wii かその前のゲームキューブかのやつやったら全然強くないんやん そっからね、<ー>任天堂のそのゲームをね、結構離れてしまったからね、<laughs> そうで、ね、イラッてして、<laughs> ちょっと Wii やってないよね、本当に、あ<ー>一回ね、やらせてもらったらいいよね、あの振ったりするやつ、<ー> Wii リモコンっていうのあれ、あれ、振るやつね、何やったっけな、いや、もうそれもなんかもう、あれやわ、なんか体験版みたいなやつやらせてもらっただけやから、なんかあ、なるほど。うん 持っってる友達からんたしなモンスターハンター結構ね、バッと人気もあったし、だいたい PSP 持ったな。これは据え置きやけどね、ウィーは。うちはだいたいソニー派やったね。ソニーのもらってるからね、俺ら。はいはいはい。ソニーからあれもらってるから。いやいや、ソニーからもらって。違う違う。 親戚 <laughs> のおっさんからもらっただけやんか <laughs> <laughs> まあだからそのソニー系しかやってないですよはいはいはいだから任天堂系はそんなにやってないんやけども、うん、まあまあまあなんか出るんでしょまたうんみたい、ね、あのスイッチああどうなるのかよくわからない分からないけどいねまだ発表としかされてないけど、うん、まあまあ出来事はこれぐらいでなるほど、はい、誕生日はですね1938年12月2日権藤シさんの誕生日です もっと濃いやもっとそのお祭り騒ぎせえや権藤博ああって誰か分から今の WBC の代表の投手コーチですよ、うん、分からんあの横浜が優勝した時の監督じゃないですかあそうなんです今度権藤権藤雨権藤 <laughs> はい次 <laughs> はいもう一人いましたよはいちょっとこの人もそのベテランなんやけども 池田修一さん声優さんです声優さん何のシャーとか赤井修一とかおおなるほどあじゃあ「ペルソン5」にも出てますね何えどうしたんですか赤井さんんだと最っから疑問ばっかやんかハ 最近ドアそれがひどいよいよで。マフロあこの池田さん、映画知ってますかね、名探偵コナンの。あ,はいあれにも出てましたよ。あれは完全にその赤井さんと、えっと、安室さんが、まあ、安室って、その、ガンダムの安室ってことじゃなくて、<うん S 1> コナンの登場人物、安室 <はい S 1> って出てるの、<はい S 1> 金髪のね、あの人の戦いみたいなのも、 あるからあ,あ。黒の組織編みたいなんですよ。ああ。うん。まあそういうことですよ。なるほどね。うん。以上です。なるほど。うん。おめでとうございます。はい。はい、それでは続いてのコーナーいってみましょう。ワールドマイナーニュース。はい、このコーナーは世界のマイナーニュースを取り上げていくコーナーになります。はい、今回はですね。これは斬新。新ジャンルのピザ。ビールピザが海外で登場。うまそうと話題に。 ということです。なるほどー。これ言わんといかんね <laughs> こっち側あんまやらんからわからん。<laughs> それに最初の、ワルダーっていうその、怖いなと思って。<laughs> 番犬ガオガオみたいやと思って、ね。<笑><笑>そんなん考えたらわからんなった今ち。ちょっと気合い入れすぎたかもね。<laughs> まああのナタデコゴと呼ばれるスイーツが登場した際は一体どんな食べ物なのかティラミスが登場した際もどんな味がするのかと非常に興味がそそられたこのようにこの世では常に新しい食べ物が次々と誕生して、えー、そして主流になっていったり消えたりいったりするがあるものと、えー、あるものが組み合わせて誕生させるという方法もあるでそこでまあ話題になったのがですね海外の Facebook で今最も熱いと いうものなんですけども、えー、ピザビールというものが今流行っているということなんですねうんピザピザビール合わさってんのあのですね、うん、どういったものかっていうと <laughs> あのー、なんかか無視されてな <laughs>、はいじあの缶ビールの周りにピザが巻いてあるえ肉巻きおにぎりみたいな感じみたいなことですよ、うん、でんで、うん、あのまあ 缶ビールを飲みながらこうちぎって食べるみたいな。えちぎるも何も持ってるだろそいつが。<laughs> いやそうんやけうええ持つの本当にそれは。持つよ。え汚くない？汚いよ。うん。それは嫌だな、うん。えまあ作り方なんですけども。はい。あのまずピザを焼かなきゃいけないんですけども。はい。あのー、ピザの基調ですね。うん。ビールの缶に。うん。それこれは空き缶です。うん。ビールの空き缶に。 巻ききけていきます <うん S 2> 生地をね続きましてその巻いたものをですね <はい S 1> あ,のあの桃缶とかの大きさの缶あるじゃないですか <うん S 1> あれに詰めてでその状態で焼きますうんはあ、うんこの工程はどういうことなんやろうかそれで <laughs> よくわからんけどでそれで焼いてできたものを取り出してで中の芯の,あのビールの 空き缶を取り出してキンキンに冷えたビールを差し込むらしいですその空いたところにそう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 、うん、なんでまあ熱々のピザが周りについたキンキンに冷えたビールという状況なんですね、うん、なるほどこれがあのピザビールというものらしいですそしてその効果は効果効果それをやる得が欲しいやんかあの熱々のピザとのキンキンに冷えたビールと 熱々あつあつのピザとのコラボレーションは何とも言えないハーモニーを奏でるのであろう。うん、あろう <laughs> <laughs> 推測 <laughs> そ。あとずっと,と思うより、その熱々とかそのキンキンとかのさ、何重にも巻いてさ、強みみたいにしてる。我が社の強みは熱あ々つあつとキンキンとは、熱あ々つあつとキンキンとって何回見たって同じことやから、倍にはならんし。<laughs> それは別々でもよくないまあ正直別々の方がいいと思いますチーズとかついてないのかねそれはんああチーズとかついてますよいやそれはきついわついてますそれやったら桃、まあ、桃缶はめたら食えんやろって話になってくるけど次は <laughs> <laughs> いや別々に食うのがいいと思いますけどね <laughs> 普通の意見 <laughs> 普通の意見もないもんそれは普通やろまあそうですうん、うん 別々に食べた方がまあ美味しいとは思うんですけど。なんあのユーチューバーがやりそうやね。ああ、やりそうやね。うん。俺らが言うことではないが。まあね、あのね、そういうチャレンジ系のユーチューバーの人たちがやりそうやね。俺らのぶりはやらんと思う。やらんよ、そんなの。しんどいもん。一周したな。うん。めんどくさくてやってるかそんなもん。やる必もないわ。まあ、こういうのがなんか海外のフェイスブックで、まあ、なんか今。 話題になってるそうです。はい、今回も話していきました。いかがだったでしょうかそれでは今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご拝聴ありがとうございました。それでは次回もお楽しみ。さよなら。さよなら